大輝、私たちもう25じゃん。うん。いろいろ考えたりしない？もしかして、結婚のこと？違う。え、じゃあ何？私に好きな人ができたらどうする？え？答えてみて。私に好きな人がいたらどう思う？それは、俺以外にってこと？うん。嫌だよ。なんで？お前が好きだからに決まってるじゃん。だよね。今の質問に何の意味があったの？じゃあ、嘘じゃないとしたら？は？伝わってないみたいだから、はっきりと教えてあげるね。私ね、好きな人ができたんだ。だから大輝とは別れたいの。おい、待ってくれよ。何かの冗談だよな。冗談でこんなこと言わないよ。私がそういうタイプじゃないの知ってるでしょ。もう荷物もまとめたから出ていくね。待てよ。ひょっとして同棲もやめるのかよ。別れるんだから当たり前でしょ。玲香が住みたいって言ったからわざわざこの部屋契約したんだぞ。うん、だから勝手すぎる。せめて別れる理由を教えろよ。だから、好きな人ができたの。本当にそれが理由なのか？うん。浮気してたのか？してない。ただ向こうに声かけられただけ。それで俺と別れる決心ついたのか？うん。俺はナンパに負けたってことか？仕方ないよ。だって向こうはお金持ちだもん。は？大輝もすごいとは思ってるよ。年収700万もあるんだもんね。でもいくら優秀な企業でも、会社員だといずれ頭打ちになるし、使われる側だと限界あるよね。それはそうかもしれないけど、それより大切にしたいものあるだろう。ないよ。お金が一番。もし大輝が貧乏なら付き合ってないもん。そんなはっきりと言うんだな。だって本当のことなんだもん。でね、向こうはなんと社長さんなの。しかも年収は5000万。大輝より5つも年上なんだけど、とっても優秀な人なの。渋谷の高級タワマンに住んでて、車も3台くらい持ってて、実家もお金持ちだから将来安泰だし。しかもその人超イケメンなの。モデルでも通用しそうなくらい。ねえ、そんな人に大輝が勝てる？勝てないよね。だから諦めてね。なんか、がっかりだよ。何が？玲香って、こんな人だったんだな。そんなんで嫉妬してるから、年収700万しか稼げないんだよ。悔しかったら起業して5000万以上稼いでみたら？そしたらまた復縁してあげてもいいよ。いや、いいよ。よく考えたら変だもんな。体調悪いって言って勝手に仕事辞めて、俺のカードを使って遊びまくってて、その上浮気だもんな。俺にはもう手に負えないよ。私はそういうモラハラ気質が嫌なの。でも仕方ないよね。お金が待った潤沢にあったらこんな風にならないもんね。あー、かわいそう。私以上の女が見つかるとは思わないけど、早く見つかってほしいわ。じゃないと未練ダラダラでしょ？復縁とかあると思わないでね。私は次のステージに進むから。さようなら。翌日、玲香が出て行った。え？昨日別れ話されて、浮気相手の元へ去って行ったよ。嘘でしょ？いや、散々忠告されてたけど、前の言うようにヤバい女だったのかも。うん、そうだよ。だっていろいろおかしいよ。大輝が稼いできたお金使いまくってたんでしょ？そうだな。なんかさ、こんなこと言ったら変だけど、別れてよかったって自分もいるんだよ。え？そりゃ玲香のことは好きだったし、将来は結婚すると思ってた。大学時代から憧れの存在だったし、付き合った当初は本当に嬉しかった。こんな綺麗な子が俺にって。LINE くれた時も俺が内定もらってからだし、お金目当てだってのは分かってた。でも、それにしてもひどかった。自分が振られないと思って散々振り回されてたよ。うん、そうだね。ちなみに、浮気相手は社長さん。年収5000万だって。ええ。わらしべ長者のつもりだろうけど、いつか痛い目を見るだろうな。1週間後。私のことまだ好き？は？好きだよね。でも残念。私はもう淳二さんの女です。タワマンにも引っ越したし、いくらでもお金使えます。もう大輝との暮らしには戻れません。戻りたいとも思わないけど。何の LINE？ 自慢したいならインスタだけにしろよ。もし大輝がまだ私のことが好きで、私の言うことなら何でも聞く。そう約束してくれるなら考えてもいいよ。何言ってんだよ。こっちはせいせいしてるよ。は？これまで玲香に浪費されてた分が、貯蓄や好きなことに使えると思うとウキウキしてたまらないんだ。浮気してくれてありがとう。そっちはそっちでお幸せに。うっざ。10分後。いや、玲香のやつうざいわ。どうしたの？まだ絡んでくるの？聞いてもないのに自慢してくるわ。タワマンに住んだとか、いくらでも金使えるとか。わざわざ個人 LINE で送るな。インスタで自慢しとけってなるよな。うん、そのことなんだけどさ、本当にその社長さんと住んでる？ん？実はね、玲香のインスタの投稿、全部消えてるの。え、そうなの？フォロー外したから知らなかったわ。そうみたい。玲香って承認欲求の化け物だから、いい暮らしできてるなら絶対に発信すると思うのね。でもそれが全くないから。アカウント変えたとか、俺との過去を清算したくてとか。それだったら、絶対告知したり新しいアカウントへ誘導するはず。それもなしに辞めるなんて変だよ。なるほど。もしかして、捨てられたとか？へへ。LINE の中に復縁的な匂いは？いや、復縁なのかわからないけど、もし大輝がまだ私のことが好きで、私の言うことなら何でも聞く。そう約束してくれるなら考えてもいいよって内容は来てた。待って。それ復縁してほしいってことじゃない？いや、それはないだろう。こんな上から目線で言うか普通。だって相手は玲香だよ。いくら復縁したいと思っても素直に下からお願いしないでしょう。確かにブロックしようかと思ったけど、今後の動向が気になるからこのままにしとくわ。その都度まゆにも報告するよ。ありがとう。1週間後。チャンス欲しい？ん？何の？復縁のチャンスよ。いや、いらないよ。なんで？復縁したくないから。は？ふざけないで、素直になりなさい。玲香、どうしたの？年収5000万の社長と優雅な生活を送ってるんだよな。俺と復縁なんかしたらそんな生活を送れないんだぞ。それとも何か？俺とやり直したいのか？はあ？そんなわけないじゃない。だよな。俺は年収700万しかないし、顔だってイケメンじゃないし、玲香にとっては分不相応だもんな。いやー、大学時代憧れだった玲香と付き合えたことは俺にとってかけがえない時間だったよ。今後玲香みたいな女性とは付き合うことができないんだろうな。だったらなおさらチャンスをあげるわ。一度だけデートの権利を与えてあげる。ただし、ホテル最上階のレストランね。それ以下は許さない。中華、フレンチ、和食。なんでもいいから、とにかく最高級ね。なんか提案中に悪いけどさ、俺仕事があるから失礼するわ。年収5000万の社長さんと仲良くね。10分後。まゆ、今少し送った。見た、大輝煽りすぎ。さすがにやばいかな。いや、問題ないでしょう。そういえば玲香の情報をゲットしたよ。やっぱり社長さんには捨てられたってさ。マジ？玲香の親友から話を聞いたの。彼女から毎日電話来るんだって。社長に裏切られたって。まあその親友っていうかも玲香のことは嫌いらしいけどね。やばいな。その電話では大輝とやり直したいって毎日のように泣き崩れてるらしいよ。なぜか湧き出る優越感。まだ好きなの？いや、全く。ざまあ見ようとしか思ってない。ところでさっきから電話鳴りっぱなし。いよいよ我慢できなくなったか？まだ引っ張るの？そろそろ縁切るわ。翌日。大輝、連絡遅すぎ。仕事できない理由が分かった。いい加減にしないと、本当に私結婚しちゃうよ。本当にそれでいいの？玲香、哀れだな。は？何がよ。全部知ってるよ。玲香が社長に捨てられたことも、最後の頼みの綱が俺だってことも、それなのにこの上からの態度。こんな女を誰が救いたいと思う？悪いけど、俺に復縁の意思はない。さようなら、玲香。待って、なんで知ってるの？誰が作ったの？そんなのどうでもいい。俺以外の人で探してくれ。そんなの嫌よ。私、騙されたの。幸せにしてあげるって言われて、それでついていったの。そしたら一夜で連絡取れなくなって、会社まで行ったら弁護士が出てきて、これ以上来たら訴えるって。本当に最悪なことになった。本当に本当に最低なやつだった。確かに最低なやつだよな。そう思うよね。順次は本当にゴミだった。ゴミはお前だよ。え？いやー、傍から見てたけど、すげー転落ぶりだよな。大輝？私のこと助けてくれるんだよね。私とまた復縁して結婚してくれるんだよね。誰がそんなこと言った？何度も説明しただろう。お前とはもうやり直さないって。でも私のことかわいそうって思ったよね。大好きな玲香が騙されたんだよ。救えるチャンスじゃん。また付き合えるチャンスじゃん。お前ってほんと頭お花畑だな。知ってたよ、騙されてたこと。知ってて連絡取ってた。ピンチのくせにプライドが邪魔して上から物申してたのもずっと見てた。それ見て爆笑してた。え？それくらいお前に思いはない。俺のこと年収700万って散々バカにしてたけど、お前の方は無職だから年収0円だよ。俺がいつまでも命令通りに動くマリオネットだと思うなよ。何でもします。は？掃除でも洗濯でも何でもします。だから私と付き合ってください。私と結婚してください。無理っす、あざした。10分後。てな感じでブロックしたわ。お疲れ。私も学生時代にマウント取られてたから、今回の件で結構スッキリしてる。え、そうなのか？うん。好きな人がいたんだけど、その人が玲香に夢中で LINE とかずっと共有されてたの。マジか。それは辛いな。でも全て過去のことだし。それに、今十分 LINE できてるから、私としては超ハッピーかな。え、それってもしかして。ごめん、仕事戻るね。待って、今のってどういう意味？知りません。ちょっと。後日談。こんばんは、大輝です。この後、まゆに正式に告白して、お付き合いがスタートしました。玲香は俺のことは諦めたようですが、相変わらず高スペック男性を求めて奔走しているようです。見た目がいいので付き合うまでは行くけれど、すぐに本性がバレて別れるというループになっているそうです。いつか落ち着いてくれることを祈ります。それではまた次の動画で。